厨房のアリス、アリス門脇麦&幸い星、永瀬廉、ついに目が合う視聴者感動、泣いた、幸せなこと。俳優の門脇麦が主演を務め、キング&プリンスの永瀬廉が共演する、日本テレビ系日曜ドラマ、厨房のアリス。毎週日曜後10時30分の第2話が、28日に放送された。主人公、アリスと、酒、高校期、永瀬廉が、初めて目を合わせたシーンに反響が寄せられている。今作は、玉田伸也氏が脚本を務めるオリジナル作品。自閉スペクトラム症、ASD の天才料理人、アリス、門脇が、人とのコミュニケーションが苦手など、様々な生きづらさを抱えながらも、驚異的な記憶力と、大好きな科学の理論をもとに、美味しくて、優しい料理を作る。生きづらさを抱えた、登場人物たちと明るく互いを支え合い、温かい言葉とご飯で絆を結ぶ物語。アリスと新森、大森直人、幸い星、3人での新生活が始まったが、アリスのルールを覚えきれず、頭がパンク寸前の幸い星は、アリスの親友、三沢和佐、前田敦子に相談。何をやっても裏目に出てしまうし、そもそもアリスは目も合わせてくれない。俺、嫌われてんすかねという幸い星に、カズサは、アリスは本当に信頼した人としか目を合わさない。信頼されるには努力が必要とアドバイス。実際、アリスが目を合わせるのは、カズサと心守るだけ。その代わり、アリスは一度心を許したら、その人をとことん信頼する。カズサは、人と人とは信頼関係だよと、幸い星を諭す。一方、アリスは、教えた、調味料の並べ方を間違えた幸い星に、虫唾が走っています。こうきさんとは暮らせません。と家を飛び出してしまう。カズサの元に転がり込んだ、アリスは、胸の内を吐露する。幸い星は好きだし、一緒にいるのは、とても楽しい。でもどうしても幸い星に、自分のルールを押し付けてしまうことを悩む、アリスは、カズサから、人と一緒に暮らすには、譲り合いと、努力が必要だと教わる。翌日、開店前の、アリスの御勝手に、常連のまさみ、伊藤まみ子の夫、たかし、近藤公園が現れる。家出したまさみが店に隠れているのかと詰め寄るたかしに、アリスは、私は月曜日、赤色のコップを使います。火曜日は、と、自分のルールを列挙する。意味がわからずイラ立つ刑に怯え、何も言えなくなると、多分、奥さんのことですと、幸い星が、アリスの気持ちを代弁する。その夜、アリスは、昨日言ったことは撤回します。これからも幸い星さんと一緒に暮らしていきますと、宣言する。そして、幸い星の目を、まっすぐ見て、自分のルールを一部、幸い星に合わせると提案。アリスと初めて目が合って動揺しながらも嬉しい、幸い星は、うっすと返事をするのみだった。アリスと、幸い星の目が合うシーンに視聴者は、目が合う、シーンめちゃくちゃ良かった、目が合うって、こんなにも幸せなことなんだ、めちゃくちゃ感動した。素敵なシーン。目が合うだけで泣いた、目が合う二人に涙といった声が寄せられている。